はい、というわけでちょっと緊急で動画回しております。6時といういつもと違った時間なんですけど、はい、これ何ですか、外田さん。今日も一日お疲れさん。安井です。ごめんごめん、これだけちょっとやっぱいいとこ言っときたかった。あれ足りてへんなって思われるかなって。相当の真面目な悪いとこが出ました。真面目さって悪い方に当たることある？あるよ。1年ぶりに、うん、あれが今できたところでございますが、あれドラマが1年ぶりにできました。もう封印されたと思って。いやほんまよ、ニアーリーなドラマは出したけどね、うん、ドラマ風の企画は、あー全然出てましたね。1年越しに、いつもの体制でね、僕が脚本、監督、はい、役者、安幸が、うん、音楽作って、はい、作りましたよ、はい、すごいよ、2日前や今日。ああそうね。なう、うん、言うことはない。え、なんか見てほしいポイントとかないんですか？ないよ。え、ないの？ないことはないやろ。いやいや、あるけど、そんなん先に言うことじゃないから。いやいや、それ誘導やろ、これは。どういう思いを込めてとか。どういう思いを込めて、もうこれほんまに端的に言うとですよ、うん、人生かかってます、見てください。お、僕は本気でこれでちょっともう YouTube ドラマジャンル日本一目指してますから。おお、再生回数ね。はい、総再生数今日本2位ですから、私たち、はい、おそらく、うん、1位を取りたい。なるほど。これはもう皆さんの力にかかっている。チャレンジもいっぱいしたし、僕も歌ありの曲を初めて人生で書きました。ああ、お前言ってもたな、お前。言いますよ、それ。疲れるかな、思ってたのに。どういうこと？これ、もしかして。いや、気づくやろ、それ。俺ら見てくれって、あれ、俺って気づかんかったら、俺ら見てないですよ。だからまあ、拡散いっぱいしてくれると嬉しいです。まあ、これを見てくれてる人はね、もちろんドラマ絶対見てくれると思うんで、友達やっぱいると思うんで、まあ何人かにね、せっかくやったらリンク送ってくれたら嬉しいなと思います。大丈夫です。大丈夫ですか？そうやな。あんま長いこと喋っても知らないから、うん、この動画をこう焼いてくれた人の気持ちがこれで満足してんのかなっていうのはあるよな。満足しますよ。結局告知かい。いや、それもう告知やろ、そんなもん。なんか小話ないんかい？ないよ。あ、そっか。もう俺んちで撮んのやめて。じゃあ。あ、そうなんや。いやいや、別にええけど、もうないやろ、画角は。まあだから次はもう模様替えです。いやいやいや、もう模様替えしたいんよ。まあ、小話いっぱいあるけど、それもダラダラ喋っててしゃあないから。いやいや、じゃあほんまに関係ない小話やんか。どうせ動画見開いたら幸せな気持ちなんて終わってほしい。どうせ動画見開いたら幸せな気持ちなんて終わってほしい。どうせ動画見開いたら幸せな気持ちなんて終わってほしい。今日は一日どんな一日でしたか？18時やから、まあ今18時に見てる人は、定時退社の人が今ちょうど定時したんかな。そうやな。会社によっては。うん、電車の中かもしれんし、うん、まだ残業してる日かもしれんし、まあ何せよ幸あれ。8月終わりやからね。夏休み終わりやね。終わりなんで、いい締めとして見てくれたら嬉しいなと思います。明日から学生は学校ですか？行きたくなかったらいかんでもいいぞ。これだけはいいです。うん。フリースクールとか行ったらいいから。うん。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。10時見てください。